それでも世は明ける。それでも世は明ける。それでも世は明ける。は、2013年のイギリス・アメリカの歴史。原作は1853年発表の1841年にワシントン DC で誘拐され、奴隷として売られた自由国人ソロモン・ノーサップによる、奴隷体験トとエル・ブヤーズ、エース・レーブ、意味、12年間、奴隷としてである。 彼は解放されるまで12年間ルイジアナ州のプランテーションで働いていた。1968年発表のスー・イー・キント・ジョーセフ・ログスドンの編集による初めてのノーサップの電気の術書によって彼の電気が驚くほど正確であると証明された。スティーブ・マック・イーンが監督、ジョン・リドリーが脚本を務めた。主人公のソロモン・ノーサップは、キュエテル・イジョホーが演じる。 本作は2013年8月30日にデルライド映画祭でプレミア上映された。アメリカ合衆国では2013年10月18日に限定、2013年11月1日に拡大公開された。日本では2014年3月7日に公開された。第86回アカデミー賞の作品賞をはじめ、様々な映画賞を受賞した。詳細は後日。 1841年、ニューヨーク州サラトガのソロモン・ローサップ、異常法は自由国人のバイオリニストだった。彼は妻と子供二人と順風満帆な生活を送っていた。ある日、彼は二人組の男たち、スクート・マクネーリーとタランキルラムから金儲けができる周遊公演に参加しないかと誘いを受けた。ある晩、二人組の男たちに ノーサップは薬漬けにされ、昏睡したまま奴隷賞に売られることとなった。彼は、自分は、北部の自由国人だと主張するが、材木賞のウィリアム・フォード、ベネディクト・カンバーバッジに購入される。フォードは信仰心が厚く恩和な性格の農園、主だった。奴隷となったノーサップは、知能と知識を使って、材木の水運を提案する。これが成功し、フォードに目をかけられるが、 農園の監督、ジョン・ティビッツに妬まれる。嫌がらせを受けたノーサップは逆上して、無知で打とうとする、ティビッツからこれ奪い暴力を振るってしまう。ノーサップは、ティビッツに報復行為として、木に吊るされる。ノーサップの身の危険を悟ったフォードは、仕方なしに資金面で世話になっている。別の農園の支配人のエドウィン・エップス、マイケル・ファスベンダーに、ノーサップを撃ってしまう。フォードと異なりエップスは、 非常に陰湿で残忍な性格の持ち主だった。面火栽培のノルマに達成しない奴隷や気分が悪い、時は平気で無打つなどしていた。ノーサップはひたすら大死の部が、ある日奴隷として白人であるアームスバイがやってくる。アームスバイはかつては監督官であったが、不祥事を理由として奴隷に見ようとしていたのであった。自分と近い境遇に親近感を覚えたノーサップは、アームスバイを信用し、 友人へ手紙を送るよう懇願する黒人ではなく白人であれば手紙を送ることは自然だろうと考えたのも決め手となった。だがアームスバイは裏切りノーサップはエップスに攻め立てられるが起点を気かし南極を乗り切る。その後も長い奴隷の時を過ごすがカナダ人で大工のサミュエルバスブラッドピットと出会ったことから風向きが変わる。ノーサップは 奴隷制に反対で両親を持っているバスを信用し、自らの蘇生を明かし、北部時代の地域に手紙を送ることを困難する。数日後エップスの農場のもとに保安官がやってきて、ついに奴隷から解放され、サラトガに帰郷する。当初はパラマウントピクチャーズでの制作だったが、黒人の奴隷映画では、興業収入が見込めないと断られた。この作品が、 アカデミー賞を受賞したことで、パラマウントピクチャーズとブラッド・ピットの制作会社プラン B が反目し合っていると、ハリウッドレポーター氏が報じた。2008年にクリエイティブ・アーティスト・エージェンシーのハンガーのスクリーニングであった後、監督のスティーブ・マック・イーンは、脚本家のジョン・リドリーと、アメリカの奴隷時代を扱った映画について話し合った。二人は、マック・イーンの妻が、 ソロモン・ノーサップによる1853年の自伝を見つけるまでそれを知らなかった。私はこの本を読み、愕然とした。そして同時にこの本のことを知らなかった自分に腹が立った。私は国民的英雄であるアンネ・フランクがいたアムステルダムに住んでいるし、私にとってこの本はアンネの日記にように読めるが、それよりも97年前に書かれていたのだ。 私はこの本を映画化するために情熱を持ったと、マック・イーンは述べた。企画期間を経て、2011年8月、マック・イーンが監督し、奴隷とされた黒人のソロモン・ノーサップを、キュエテル・イジョフォーが演じることが発表された。マック・イーンは、イジェフォー、シドニー・ポアチエア、ハリー・ベラ・フォンケと比較した。2011年10月、マイケル・ハスベンダー、マック・インの以前の映画、ハンガーと、 シェイムシェイムでも共同がキャストに加わった。2012年初頭、残りの役柄もキャスティングされ、撮影開始予定が2012年6月末に設定された。2000万ドルの制作費をかけ、2012年6月27日より、ルイジアナ州ニューオーリンズで撮影が始まった。7週間後の2012年8月13日、撮影は完了した。 映画音楽は、ハンス・ジマーが作曲し、がバイオリン音楽を書いてアレンジし、が演奏した。サウンドトラックアルバム、ジュニーアーズ、エースレイブ、ミュージック・フロム・アンド・イン・スポーイド・バイセ・モーション・ピクチャーは、コロンビアレコードより11月5日に、デジタル、11月11日に、物理メディアで発売される。アルバムには、ジマーの音楽の他に、ジョン・レジェンド、アリシア・キーズ、クリス・コーネル、 アラバマシェイクスの曲が収録される。レジェンドの曲、ロール・ヨルダン・ロールはサウンドトラック発売の3週前にオンラインで公開された。2013年8月30日にデルライド映画祭でプレミア上映された。9月6日にはトロント国際映画祭、10月8日にはニューヨーク映画祭、10月19日にはで上映された。 2011年11月15日、サミットエンターテインメントが国際配給権を獲得したことが発表された。2012年4月、主要撮影開始の数週間前に、リージェンシーエンタープライズが共同出資することを合意した。リージェンシーと20世紀フォックスは配給協定を結んでいるため、アメリカ合衆国での配給は、フォックスサーチライトピクチャーズが務めることとなった。 しかしながら配給券に金を払う代わりに、フォックスサーチライトは映画の出資者と興行収入を共有する契約を交わした。アメリカ合衆国では2013年10月18日に限定公開された後、同年11月1日より拡大公開される。当初は2013年12月下旬公開が予定されていたが前倒しされた。 本作をイタリアで配給するビム者が脇役であるブラッド・ピットとマイケル・ファスベンダーを中央に描き主役のキュエテル・イジョ法を隅に配置したポスターを制作した黒人奴隷を主人公とした映画のポスターが白人スターを中心としたものになっていることに対して疑問の声が多数上がった本作の海外配給を担当してる ライオンズゲートはこのポスターを許可しおらず、ポスターの回収を求めた。この騒動に関して、ビム社は謝罪し、ポスターを回収したと発表した。2014年1月6日に行われた第79回、ニューヨーク映画批評家協会賞の授賞式において、監督賞を受賞したスティーブ・マック・イーンがスピーチをしていたところ、協会員の一人である、シティアルツのアルモンド・ホワイトがヤジを飛ばした。 しかし、マック・イーンは何事もなかったかのようにスピーチを続けた。この件に関して、教会は謝罪の意を表明している。後日、ホワイトは教会から除名された。なお、ホワイトはヤジを飛ばしていないと主張している。映画監督のデビッド・オー・ラッセルは、ハンガーゲームの制作スタッフがジェニファー・ローレンスを酷使しているとして、 それでも世はケルデの奴隷性になぞらえて批判したため、物議を醸した。その後、ラッセルは表現が不適切だったとして謝罪した。2013年10月18日にアメリカ合衆国の19巻で限定公開され、週末3日間の興行収入は92万3715ドル、1巻平均は4万8617ドルであった。 二週目末には123巻まで拡大され、三日間で約210万ドルを売り上げた。さらに、三週目末には410巻まで拡大公開され、460万ドルを稼いだ。日本においては2014年3月7日に全国43巻で公開され、土日二日間の成績は、動員3万2431人、公衆4-054-007。 800円を記録し、週末興行収入ランキングで10位となった。2013年のテルライド映画祭、トロント国際映画祭において、批評家及び観客から高く支持され、演技、特に、キュアエテルイ情報、マイケル・ファスベンダー、ルピタニョン語、スティーブ・マック・イーンの演出、脚本は、高評価された。ロッテン・タメイトスでは130件の批評家レビューで、 支持率は95%、平均点は8.9、10となった。メタクレッティックでは38件のレビューで、過重平均値は96,100となった。この数値は、メタクレッティックにおいて、最も高い過重平均値を出した映画の一つである。映画アディアン氏が選ぶ2014年映画ベスト10の第6位を獲得。また、本作のシンデマスコーは、A であった。 俳優のサミュエル・エル・ジャクソンは、それでも夜は明けるこそ、アメリカの映画界は、人種差別に真摯に向き合おうとしていないことを、証明している。と述べた。その根拠として、もし、アフリカ系アメリカ人の監督が本作を、監督したいと言っても、アメリカの負の歴史を描くことに、スタジオが難色を示すであろうことを挙げた。また、過去の奴隷の解放を描いた本作よりも、現代における、 理不尽な黒人殺害事件を描いたフルートベール駅でを作ることの方が勇気のいることだとも述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。